じゃあこれに続けて次はゆいさんの「アゲイン」っていう曲がとてもね、リクエストが多かったあるから、ちょっとそれを歌ってみたいあるけど、ちょっと低くてもしかしたらちょっと出ないあるかもしれないけど、頑張ることに意味があるあるから、ちょっと歌ってみる。あるの？これは多分ハガレンの曲あるな。夢の続き追いかけていたはずなのに、曲がりくねった細い道、人につまずく。あの頃みたいにって戻りたいわけじゃないの、なくしてきた空を探してる。分かってくれますように、犠牲になったような悲しい顔はやめてよ。罪の最後は涙じゃないよ、ずっと苦しく背負ってくんだ。出口見えない感情迷路に誰を待ってるの。白いノートに綴ったようにもっと素直に吐き出したいよ。何から逃れたいんだ、現実ってやつ叶えるために生きてるんだって。忘れちゃいそうな夜の真ん中、無難になんてやってられないから、帰る場所もないの。この思いを消してしまうにはまだ人生長いでしょう。懐かしくなるこんな痛みも歓迎じゃん。謝らなくちゃいけないよね、あーごめんね。うまく言えなくて心配かけたままだったね。あの日抱えた全部、明日抱える全部、順番つけたりはしないから。分かってくれますように、そっと目を閉じたんだ。見たくないものまで見えんだもん。いらない噂にちょっと初めて聞く発言どっち、2回やったら友達だって。嘘はやめてね。赤いハートが苛立つように、体の中燃えているんだ。本当は期待してんの、現実ってやつ叶えるために生きてるんだって叫びたくなるよ。聞こえていますか、無難になんてやってられないから、帰る場所もないの。優しさにはいつも感謝してる、だから強くなりたい。進むために敵も味方も歓迎じゃん。どうやって次のドア開けるんだっけ、考えてる。もう引き返せない物語始まってるんだ。目を覚ませ目を覚ませ。しまうにはまだ人生長いでしょう。やり残してることやり直してみたいから、もう一度行こう、叶えるために生きてるんだって叫びたくなるよ。聞こえていますか、無難になんてやってられないから、帰る場所もないの。優しさにはいつも感謝してる、だから強くなりたい。懐かしくなるこんな痛みも歓迎じゃん。はい、というわけでゆいさんの「アゲイン」という曲でした。みんな優しいあるな、ずっと聞いてくれるあるな。もう本当にみんなは優しい人たちある。本当